やはりあの母家の選手もですね、岡野さん、はい、後ろの声は神の声という言葉がサッカーにはあるんですが、よく声出してますね。マラドーナのドリブル、マラドーナのドリブルです。いいスルーパスが縦へ、ただシュート外れた。危ない危ない。後ろから上がったコルドバ、カルロス・コルドバ23歳、危なかったですね。危なかったですね。今のはね、裏側に出されて、まあ、オフサイドのポジションでオフサイドにはなってますがね、はい、実はこのパスを出す前がね、はい、やはり早いですよ。なるほどね。トレードマネーは実に20億。本当にしかし入ってすぐチームを優勝させるんですからね、危ないですね。危ない、際どいぞ、あーっと入った、ゴール、やられました。ルジェリですか。ルジェリでしょうね、はい、4番のアルベス、ハイクロスです。岡田さんが危ないなとおっしゃったんですが、間抜けてきましたね、クリアがちょっと小さい。そのこぼれ球、おそらく前田にボールを入れますかどうか。日本チームちょっと動かないんですが、前田、津波君ですね。あ、そうですね、はい、津波です。7番の津波、この位置からグラウンダーのセンタリングからシュート、ミスキック、金田、もう一回ある、弱いです、ね、あ、入った入ったタイミングがずれました。星田ですか、当たったですけどね、うまいですね、うまいですね。マラドーナ、ワンツーを行うかな。マラドーナ、あーっと左足でアウト、うまい、誰かまだある、危ない、いやー、よく防ぎました日本チーム。早くなりましたね、岡田さん。逆サイドかな、縦かな、逆サイドが縦か、一旦戻した。6番の田中、オフサイドをケア、オフサイドはありません。絞った、チャンスだ、あっと惜しい。最後はロドリゲスに当たっているんでしょうか。22番の原、いやー、2番のルジェリが激しく中西さんに何か言っていましたがオフサイドだということでしょうかね、そうでしょうね、まあ、それはオフサイドトラップというのの逆に言うと非常に落とし穴、まあ、アドバンテージで相手に行ったから取らなかったですね、はい、カットされました。いいボールが出ました。ガレカ、ガレカです。中央からぐーっと絞った、逆サイド、危ない、いやー、体を張って防ぎました。まだアルゼンチンチャンスです。ボカがチャンスだ、危ない、あ、ファインプレー、星田のファインプレー、素晴らしいクリアでした。マラドーナがっくりしました。よく守りました、浮いてるボールキーパー飛び出してましたからね、はい、もう決定的でしたがね、越田君本当に今はいいカバーリングしましたね。そうですね、見事なカバーリング、もう100点満点のカバーリングですね、はい、マラドーナの左足、ここでボレーでゴール狙いましたがね、確実にいってますね、よく飛び込んだですね、岡田さん、いいパスです、これは見事、金田ですね、そうですね、金田、中を見る、切り返す、センタリングだ、いやーっと惜しい、ゴールの天井、復帰が溢れてきました。さて日本2つ目のコーナーキック、左足ニアポスト、あーっと惜しい、飛び込んだんですよね、はい、橋田谷君ですよね、もうちょっと流せればよかったですが、まあ、あれだけ競られるとしょうがないでしょうね。15番は柱谷、今の場面です、ニアポストのところでね、はい、ここで柱谷君が入ってきてひねるんですがね、ちょっと体がひさあセットプレー、またあげろ、おのぎまたあげろ、マラドーナ、よー、フィッシング、まだ危ない、ゴール前、まだボールは生きている、北口なかなかよく前田から左へ叩いた、さあこの位置から思い切ったセンタリングだ、ちょっと深いがどうだ、キーパー取れない、シュート、あー、クロスバー、もう一回、あー、ポスト、アンラッキー、テニス競技場が騒然としてきました。ここですね、この後です、この場面です、惜しかったです。続いてまた日本のチャンスですね、はい、はい、スロービデオをご覧いただいているときにボカのファウルがありました。同じようないい攻めの後、
20メートルちょっとぐらいですね。そう、はい、ハイクロスを入れます。松浦だ。シュート、思わず顔を抑えました。松浦うまくトラップして右足インステップのシュートはわずかに外れました。いいボールでしたね、実にいいボールは裏っかい出たですね、はい、相手のバックの裏っかい落ちましたからね。ハイクロス1点だと思いましたがね、惜しかったです。キーパーに当たったような気がしたですがね、はい、ポストギリギリです。マラドーナ簡単に来るぞ。スーッと上がったのがイツリエとマラドーナ。マラドーナの左足、このプレーを見てください。マラドーナ入った、危ない、やられたか、大丈夫、もう一発セーダー、素晴らしいディフェンス。それにしましてもさすが20億の男マラドーナ、見事なドリブル。これはよくバックしてきましたね、はい、これはちょっとこのトロビアーニがつまらないファウルをしました。日本チャンスですね。そうですね、どうだ前だ、あーっと惜しい。もうとにかく岡野さん、国立競技場何回もこの大きなため息の渦がですね。そうですね、本当に前田君いいところ走りましてね、1点もんだと思ったんですがね、はい、中西さんが時計を見ました。あー、ここでタイムアップのホイッスルです。素晴らしいゲームを展開しました。岡野さんいかがでしたか。前半をね、率直に言いまして全日本の出来をね50点としたら、もう後半は私は100点上げてもいいと思いますね。あ、そうですね、実にいいゲームをしてくれました。はい、はい、